はい、そちらで名前書くだけで結構です。今日のイベントのやつですね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。こういうことですね。はい、お願いします。一日だけはこの周りにいらっしゃる方たちが自分の部下なんだと思うとすごく気分がいいです。こういう日がありました、こういうことがあったんですっていうのを実際に話を聞いてもらうってことがすごく大事なことなのかなと思いますので、今日は皆さんね、この話を明日からの生活に生かして皆さん特殊詐欺に遭わないように一緒に手を取り合いながら頑張っていけたらいいなと思っています。今日は最後まで話を聞いてくださって本当にありがとうございました。